はい、どうもこんにちは、ピアソのゆうです。今回ですね、泣き虫の強化が来たということで、もうぶっつけ本番で初見強化後泣き虫ランク戦で使っていこうかなと思います。本当はマルチ戦でやりたかったんだけど、マジでマッチングしなかったからね、仕方なくね。本当はシーズンスタートみたいな感じの動画を撮ってから泣き虫にしようかなと思ったんだけど、まあなんでこんなに急遽やってるかと言いますと、異変がね起こってるわけですよ、ランク戦で。まあそれが何のかというと、泣き虫バンがねめちゃくちゃされる。まあということで、まあ今回強化後内容あんま知らないよっていう方は、前テストサーバーの動画を上げたと思うので、そちらを詳しく見ていただくと効果がよくわかります。まあ多分見てても普通にわかると思うわ。 OK、 早速さあ音量が取り付きましたね。こうやってね、今までは木の範囲外に行ったら泣き虫すごい弱かったんだけど、範囲外に行ったら行ったで、その音量がねとか、この魂がサバイバーの周りを巡回するようになって、木の範囲関係なく魂使います。やばいよねこれ。この辺かな、大きい当たっていく。まあ最初に言っておくんですけど、泣き虫ランク戦でマジで一回も使ったことないので、もうなんとなくの感覚でやっていこうかなと思います。でこれで勝てたら本当に強いからね。さあこれでまた、あ、いや惜しい、今振ったのいいな、アントニオだったら今の当たってたわ。で音量があるから、そこ乗り越えたら死亡と。強っ、危な危な、これ結構長めのタックルだったな。さあこのように粘着されても意外となんとかなる。これ板出したら結構大丈夫なんだっけ、オフェンスのやつって。さあこれで持ち上げる、入院と。さあこれ加速でこうやれるんじゃないか。いや惜しい、いや、何それ、何その旋回。あでもオリケモがもう2も発動してるからめっちゃ短い。よいしょ。で今回は泣き虫なんかの人格を参考にして、右上にしてきました。多分、ね、引き止めるいらんと思うわ。さあこれ設置して、でこっちがまた板出して、これ魂当てるねえかな、これほい、よし、オッケー、あいい強い。でまあ強くなったことばっかじゃなくて、弱くなった点で言えば、泣き虫の魂を操れる範囲が 50m ぐらいだったのが 30m ぐらいになったのと、存在感マックスになっても跳ね返しができなくなったのと、泣き虫の魂一回使ったらそれが復活するのが20秒から30秒になったっていうのがあるので、まあ一概に全部強化とは言えないんだけど、それにしてもね、マジで強いと思う。初号が強い。泣き虫のさ、跳ね返りがないから微妙だよって思う方は多分いると思うんですけど、そんなんね、ハンターは存在感マックスを基準にして考えちゃダメなんですよ。いかに初動が強いか、まあ、それに今の環境関わってるんで、ほい、まあ、こんな感じで、まあ、初動が強いので、まあ、今回間違いなくスーパー強化だと思います。とあれクソ強くねえかこれ、多分これもミステか、まあ、どっかだな。あそこの南壁の方も走るのが多分ロボットだと思うから、あ電池切れたねこれ、だいぶでかい。あそこ一人で上げきれなかったのはだいぶでかいですよと。あー、呪術式球場、これ間に合っちゃうな。魂、さすがに、いい感じ、これ、いい感じに回ってくれないのがもどかしいよね。まあ、仕方ない、これは。一発、呪術師殴って、まあ、そのまま、よし、あ、オッケーオッケー。これよ、みんなわかる？このさ、どんだけ他の人ぶん殴ってても、音量の、なんだろう、木の範囲外に行っちゃったら、音量がまとわりつくから、これ一瞬で索敵できちゃうんだよね。それがマジでやばい。さあ、うまく待って、乗り越えたらここで死亡と。やば。これ、木植えなくていいもん。もう木いらないよ。まあ、いるんだけど、いるけどいらないからね。で、この音量を外すのは、泣き虫の木を破壊したら音量が外る、みたいなことは聞きました。さあ、とりあえずこっち側行きますか。いや、この治療させたくないね。この辺かな、多分そこら辺で。あれ呪術師から回復するのか。あ、オッケーオッケー。じゃあ、オフェンスそのまま狙わせてもらおうかな。よし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 。さあ、ここ、泣き虫魂あるから。ほい。ほい。あれアントニオ。いやおかしいな、アントニオ出た時は泣き虫の完全上位互換が泣き虫だな、アントニオだったんだけど、いやあれアントニオよりこれ強くね、これアントニオより強くないか。あ惜しい。まあ風船救助これ全然してもらっても構わないのでやってもらいましょうか。いや魂ワンチャン狙いたいなけど、あーなんかいいとこ行ってくんねえな。まあ普通に釣りますな。もう風船救助来るだけ無駄だからね。よし、さあこれ釣りましてと。よいしょ、いたわりも早いと。どうしようかな。まあ、多分慣れてきたら、多分上手い人は多分、木をあえて植えるとか、被んないようにするとか、まあ、あえて被せることによって加速板を出現させたいとか、音量を取り付かせる用の木の配置とかあると思うんだけど、まあ、その辺は、もう初見なので、一切わからないと。はい、OK。まあ、とりあえずこれ一発殴って、通電はしないっしょ、これ。さあ、音量魂あるから、これ、当ててもいいんだけどな。いや、今やればよかったな、惜しい。さあ、そこ、先倒しする。こっちの魂。いや、惜しい。ダメか今の。あ、いたぞ。あれ ?3-3 じゃないのか。じゃあこのまま、呪術師狙っちゃおうかな。多分どうせね、よいしょ。これ届くの強いよな。泣き虫の。あ、いってるいってるいってる。これよ、これ。どんだけ見失ったと思っても、木の範囲外に行っちゃったら、一瞬で分かっちゃうっていうね。よいしょ。まあ、だから木植えすぎ注意なのもあるかもしれない。そこの窓乗り越える読み。あ、行かなかったか。賢いな。まあ、ボールどう使うかな、最後。
さん。めっちゃ旋回好きじゃん、この人。オッケー、まあ、おかげでこれでオフェンスはもう飛びと。あれー、これクソ強いね。でもね、アントニオとはやっぱ違うな。アントニオの強みっていうのは、弦の即張りで一瞬で死ぬっていうのがあるけど、泣き虫はこの、うまく、魂との、なんていうんだろう、直線上を結んでって感じだから、まあ、爆発力、まあ、避けにくさとかはどうだろうな。でも対策すごい難しいと思うけどね、めっちゃ多分、対策しようと思って、その、泣き虫の魂避ければいいじゃんって動きすればするほど、多分チェイスルートって短くなっちゃうから、なかなかこれ難しいと思うけどね。まあ一番何がやばいって、この索敵よね。この、こうやってさ、なんて言うんだろう、サバイバーに向かって飛んでいく魂がめっちゃ遠くでも見えるから、それでね、めっちゃわかりやすいから、もし弱体化が来るとしたら、多分その索敵面に関して弱体化来るんじゃないかなとは思ってます。なんか能力面はそんなにあんまりかなっていう気がするかな。わかんないけど。か、その音量の取り外しがもっと簡単になるとか、はあるかもしれない。わかんないけどね。さあ、とりあえずここはまあ音量温存してこのまま、スケボでね、追いついて、オッケーオッケー。まあここは、袋使ったっけ袋使ってなくない今思ったけど。もう使ってないよね。もう使わせず終わらせてやりたい、ここで。さあ、魂飛んできたからこれでおしまいと。はい、強い。じゃあもう一回やるわ。こう、たまたまうまくいっただけかもしれない。じゃあもう一回やるわ。お、ジヘイ君がいる。これね、今の義士の人はね、前のシーズンのサバ1位、最終がわかんないけど、ずっとサバ1位だった人だね。もうサバ1位のこれ4パーティーなんだけど、今グリフォンの。4パー、グリフォンで組めるようになったんだけど、さあ、このサバ元1位の4パーにこれ勝ったら、もうこれこそ本物でしょ。さあ、やっていきますかね。またまた赤の境界で申し訳ない。さあ、どうしましょうか。まあ、これね、今いろんなハンターやってるから、泣き虫ばっかあんま使ってられないんだよね。まあ、今シーズンはいろんなハンターを使ってはいるんですけども、さあ、とりあえずこっち側に行って、これこっち側行ってる様子もない。あそこいるね。ここに感謝と木植えるのが多分一番最初はいいのかな。で、こっち側行ってないことを確認して、あ、まだそこいるのか。いや、これうまいこと魂。いや、ここの読み打ちは危険すぎる。オッケーオッケーオッケー。で、土か。まあまあ、一発分使わせる。まあ、魂がもう使える状態にはなってるから、そこら辺で、うまく一発当てたいとこではあるけど。あ、OK、これ範囲外出てくれた。範囲外出てくれたら、強制的にここで、ここ!おい、当たっていく!もう土があっても一切関係なし。で、ここは、どうするんだろう。あ、相方倒しか。で、乗り越えるかな?お、乗り越えない。さあ、ここ範囲外に入ったり出たりしてるけど、あ、土ね。OK。よしよしよし。あれ?もう全部使い切ったよ。これ、泣き虫初動バカ強くないか。で、これでまた、音量が飛んでいくと。で、ここでうまく、ここ !OK! あ、袋いや、うまいな。袋使っても、あれ ?3 回分無効にしてもこれだから、やばくないこれ。誰がチェイスできるんオフェンスと傭兵、いや、オフェンスも多分いけるな。傭兵以外これ誰がチェイスできるんまあ今回も傭兵番はしています、しているんですけども。よいしょ。あ、あとこれロケットチェア変わったんだよ。かわいいよね、これ。なんか、ジェットコースターのアトラクションみたいになってる。まあ多分これは中国版だけだとは思います。さあとりあえずこれで、あとそう、地下とか、その船上とかにも、木植えれます。高低差も関係なし。で、追尾する魂も高低差関係なし。っていう感じでございます。やばいよね。純粋にやばい。多分これミステ臭いので、このこっち側に圧かけるから、多分ここロボだと思う。オッケー。これ、いや、オッケー、普通に殴ろう。これ、ね、泣き虫とか、音量とかそういう、ちょっとした小技を使って空振ってミスるのが一番痛いからね。やっぱ信じられるのは己の拳のみ。さあ、どっちでしょうか。来ないね。こっちがワープ張ってるから来るかなと思ったけど。そこ上げ切ったということは、まあ見捨てかな。どうしよう、これ。まあ義士の方を追っていくか、こっから他のとこ追うのめんどくさいし、多分カーペットに占い師はいるとは思うんだけど、大丈夫だよね。オッケーオッケー。もうこの限界ギリギリ見捨てと思わせて全然救助してくるからね、この人たち。それがほんと怖いわ。まあ一応こっち側にね、ブイーンと出しながら、まあ義士狙っていきますか。まああっち側は多分ロボットももう出してるとは思うんだけど、まあ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 。いやーでもこれ義士追い良くないんかな。さあ、ここ、とりあえず木植えてハイライトもいいようにしながら、あれ、いないか。こっち側か。ああ、うまく逃げてくね。ただ、魂、まだあれか。音量、まとりついてはないけど、普通の魂があるから、この辺で。ここだよし。この壁と挟んだら絶対避けらんないからね。よし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 。さあ、そのまま追っていきまして、どうしようか。そこの板倒す。はい、よいしょ。OK。まあ、義士はもうチェイスできないでしょ。うん。絶対無理、絶対無理。でこういうとこでもね、前は魂引き寄せたりできてたんだけど、引き離しがないから、
こうやって加速用で使ってうまく殴っていくと、まあ、ちゃんと泣き虫の魂を当てなきゃダメっていう、その一発一発の重みは増えた感じはするかな、個人的には。よし、これで多分向こう側が回しかけだから、なんだかんだこれやばいぞ。もう多分ね、義士が最初回してたとこがもう寸止め近いと思うから、だよね、終わるよね。危な、あの初動でもうさすがだな。もう残り1台でここも6割ぐらい回ってるから、さすがに他はもう回ってないから、ここで異常かけさせてもらうわ。で枝回収して、よしよし、これ勝てるんじゃないか。多分結構暗号機も偏ってるね、偏ってるから、泣き虫のあの加速板をうまく使えばなんとかなるとは思うな。さあ、ここ野球場狩りしてえな。これいけるかな、これ多分ここで、ここ、この距離感でやって、おい、当てる、オッケー、よし、はい、球場狩りも強い。いや本当に、あれ、アントニオとは一体、いや、まあ、それはね、やめとこう、うん、心が痛くなってくるからな。さあ、このまま、まあ、もう一回行きたいね、これ。さあ、魂ケバブだけ、判定受けたいけど、うい、うまっ、その急所。やばい、これ、引き分け筋引いたわ。一番やっちゃいけない、引き分け筋引いたわ。これ、釣り返しよう。まあ、義士ももうロボないから、ほぼほぼね。まあ、こっから、義士を追うメリット、まあ、飛び角なんだけど、追うメリットはないと思うので、このまま釣り返っていきますか。よいしょ。で、南の、なんだ、墓場の方に、占い師が逃げていって、機械技師は多分中央ら辺でいるから、まあ、回復も相当難しいとは思う。どこ行ったんだろう。あ、いたいたいた、占い師は、あっち側歩いてて、いや、順調に落ち合おうとしてる。これ絶対二人救助来るとは思うから、回復は無理だから、一応こっち側も見て、見て、大丈夫だな。うん。もうここで待ってるだけで大丈夫。最初も、飛び確認したい。飛び確認になった。オッケー。え、義士どこ行ったん？占いはそこにいるのは分かってるんだけど、まあ、これ占いを追っかけていくか。魂で加速して、いや今板出してからやればよかったかな。まあいいや、これで、あ、惜しい、待ってほしい、オッケー。で多分そろそろ救助行くよな。そうだよな、オッケーオッケー。まあ、これ釣っちゃうか。うん、どんどんあそこにプレッシャーかけていった方が多分強いとは思う。もう義士も祭司も両方飛びかけだから、まあ、次の救助どっちが来てもきついよって感じにしとこう。よいしょ。で、あそこに祭司がいると。で、義士が義士の場所も分かりやすいね。両方とも音量待ってるから多分まだ大丈夫。異常をかける時間はあるはず。あ、いいね、結構回ってる。はい、 0% ではなかったよと。はい、でこれで魂、義士が来てる。ここだ、あ、惜しい、うまく選択できなかったけど、やばい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 と。あ、待って、祭司が来てる。あれマジか、そっち側のワープか、やばい。いや、このさ、椅子の真裏に張ったワープかと思ったら、そっち側から回ってきてたわ。うまいよね、ほんとさ、うまくタゲを引くのが。やばい、あれ、さ、これ入れ替わり決められるけど、こっち側の2人を追えば全然飛びかくだから、いや、この義士を飛ばしてしまおう。ほんとは祭司がいいけど、ワープ溜まってたらめんどくさいから、惜しい。あれ、どっち行った、そっちか。やばい、こういうやっぱ一発分魂外しちゃったら、その後が相当きついよな。さあ、とりあえずこっち側の祭司の溜まってる分でやっていくか。待て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 、さあ、どっちだ。あ、でもこっちの義士追うか、義士。オッケーオッケー、この箱は焦らせないようにしなきゃ。よいしょ、オッケー。いや、よかった、今箱の音聞いといて今多分みんななんでタゲチェンジしたと思ったと思うんですけども、箱の音がしましたよと。さあ、違う、回してる、結構回してるけど、これで義士はもう飛ばせるから、まあ多分なんとかなるかなとは思う。よいしょ、オッケーあれ、勝てそうだぞ、これさ、ほんとに泣き虫クソ強いと思うけどね、初見でこれだから、うん、誰が使っても勝てる気はしなくはない。オッケー、占いしてたの今のはい、まあ、というわけで今泣き虫がとんでもなく暴れていますので、修正が来なかったら皆さん使ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。